60歳頃のオノレ3世、メルヒョール・ビルシュが、1781年オノレ3世、カミーユ・レオノールは、モナコ公、アントワーヌ一世の娘で、後継者のルイーズ・イポリットと、その夫ジャック・ド・ボワイヨン・ド・マティニョンの間の、第三子、次男。1731年に祖父と母が、相次いで亡くなると、不人気な父が、ジャック一世として、モナコ公くらいを継承した。しかし、翌1732年5月には公国を追われ、パリのオテル・ド・マティニョンに戻った。彼は息子に譲位し、1733年11月7日に12歳の、オノレが正式に、モナコ公くらいに就いたが、オノレは、父と共に、パリで暮らしていた。政治の実権は、アントワーヌ一世の諸子シュバリエ・クリマルディが掌握し、オノレ三世のモナコ統治は1784年に、叔父のシュバリエが死ぬまで始まらなかった。オノレ三世は、父祖と同様に、フランス王の庇護下で、宮廷貴族として生きた。1741年ブイヨン公、シャルル・ゴドフロワの娘、マリー・ルイーズと婚約するが、結婚は実現しなかった。1757年7月5日、マリー・カトリーヌ・ブリニョールと結婚、間に二人の息子を設けた。しかし夫婦仲は悪く、カトリーヌは王族のコンゲ公の愛人となって、1770年にオノレ3世と法的に離別した。1789年フランス革命が始まると、オノレ3世は他の多くのフランス貴族と同様、同国における特権と資産の喪失に甘んじた。しかし、独立国家モナコの統治者という立場が、己を危険にさらした。モナコの独立を保持しようとする独立派と、フランスへの併合を望む共和派が対立していた。己は1791年9月21日に、フランス政府と同盟を結んで乗り切ろうとしたが、1792年、フランスが、共和制に移行すると同盟関係は急速に不安定になり、1793年2月14日、フランス国民公会はモナコ併合を宣言した。次男ジョゼフがバンでの反乱に加担していたことが口実となり、1793年9月20日、反革命容疑者法により家族と共に逮捕された。翌1794年解放され、貧窮のうちに死去した。ありがとうございます。